こんにちは。シャンソン大好き、ポルトガルゴールデンザ担当のダン・岡崎です。前回の、ビデオでは、ポルトガルのゴールデンビザに対しての大きな変化が起きていると、これについてお話ししました。具体的には、今年の2月にですね、議会で決まったんですけれども、リスボンとポルトの不動産を投資することによってゴールデンビザを取得することができなくなる方向で話が進む。実際、2021年以降に、それは、具体化される、そういう模様なんですけれども、そういうような大きな変化、それに加えてコロナウイルスの、蔓延でですね、感染で今ポルトガルを含む EU にもう国外から入っていけない、そのような状況が生じてしまったんですよ。非常にポルトガルのゴールデンビザ人気があるんですけども、今のままだと、それを取得すること、不動産を見に行くことができないと、そういうような状況が起きてしまったんですけども、そこで考えましたのが、いわゆるビデオを通じて不動産を視察する、バーチャル視察のサービス、これを私どもが開始しました。今日はそのバーチャル視察について詳しくお話したいと思います。現地のですね、リスボンの大手不動産会社、そして向こうの大手の法律事務所とですね、提携して、連携してのサービスなんですけれども、我々のオフィスに来ていただきまして、ビデオの大きなスクリーンがあります。それを利用しまして、向こうの写真とかブロシュア、あるいは Google マップを使って現地を探検する、それから現地のベテランのですね、セールスマン、もちろん英語で喋りますけども、彼の話でポルトガルの実態、不動産市場の動向、それからなぜこの物件がですね、いわゆる利回りとかですね、いろんな面で魅力があるのかと、そんな詳しい話をですね、いわゆるいながらにして喋れると、で向こうに渡航する費用も時間もかからないと、そういうような内容でですね、本当に私どもがですね、僕なんか想像してたよりもですね、いい反応の、そういうような状況になっています。で、そこにいくつかのポイントがあるんですけど、まず通常のゴールデンビザっていうのは50万ユーロ以上の物件ですけども、この我々のバーチャル視察では35万ユーロ以上の適格物件のですね、紹介、これができます。35万ユーロ以上っていうのは、築30年以上の都市再開発地域にある、条件を満たしたものでですね、なかなか出回ってこないということですごく人気があります。そしてそういうのが出てきますと、あっという間になくなってしまうというのが、通常なんですけども、我々の、提携します、向こうの大手不動産会社の、在庫の中にはですね、そういうものがありましてですね、その中から非常に妙味あるですね、投資妙味もあるし、物件としても魅力的なものをですね、紹介できる、そういう35万ユーロ物件、これが紹介できる、これがですね、一つの大きな魅力です。そして、例えばですね、リスボンの都心のちょっと西側、大使館がなんか並ぶですね、ちょっとおしゃれな地域があります。そこの高台で、そこから平城川の眺めが見える、そういうような物件、これも35万ユーロの物件があるんです。いや、本当に35万ユーロでこんなのがあるなんて、私どもはあんまり今までもですね、信じられないぐらいな物件、これもあったんですけども、それとか別にリスボン都心に近い物件、これもあります。リスボンだけじゃなくて、ポルトとかそういうのももちろんありますし、またリスボン以外のもっと田舎がいいなという方にはですね、その田舎の物件もですね、紹介することができます。そういうような形ですね、これは非常に今のですね、時代に非常に合ってるですね、サービスじゃないかと、ね、僕らも考えてるんですけども、それともう一つですね、これは本当にぜひ聞いていただきたいサービスなんですけども、向こうのポルトガルの銀行口座をですね、現地に行くことなくオープンできる。今の世界中どこでもですね、銀行の口座をですね、行って開くのはすごく難しくなっているんですけれども、今回これは向こうの大手の法律事務所に委任をする形になるんですけれども、向こうで銀行口座を開く、それができます。なぜ銀行口座が必要かと言いますと、向こうでゴールデンビザ、不動産を買ってゴールデンビザを取得するには、条件として必ず向こうの銀行に、現地の銀行に自己の名義で不動産、銀行口座を開かなくちゃいけないんですよね。で、そこを通じてお金が流れる。で、これがキーポイントなんですけども、これにすごく時間がかかったりするのが、委任サービスによりましてですね、オープンできるということはですね、すごく時間が短縮できる、大きな意味を持っています。特にゴールデンビザをするですね、時間が今限られてきてますのでですね、これがすごく大切なサービスなんで、これも私どものサービスとして提供できます。あと、銀行口座の解説につきましては、いろいろステップがありますので、これはご興味のある方につきましては、また内容を通じましてですね、ご希望いただければ説明できますし、また次回の、
ビデオでもですね、解説すること、お話することを考えています。そういうことで今日は、バーチャル視察についての説明をしました。